メンションシフト。すごい人手だね。はぐれないように僕の手を握っているんだよ。分かったわ。ちょっとちょっとちょっと、流れ的に龍一と手をつなぐのは私の役目でしょ。なんでクリちゃんがつなぐのよ。メス豚は目立つから迷子になることはないでしょう。メス豚ゆえに、ね、メス豚メス豚って言わないで。だいたいなんであなたまで一緒にいるのよ。昨日私と約束したのは龍一だけなのに。いやクリちゃんが来てくれてちょうどよかったね。ファミリーチケットは3人まで有効だったし。私は龍一とファミリーになれると思って楽しみにしてたのに。人数合わせというのは気に入らないけど、私は人間ができてるから気にしないわ。たっぷり楽しんであげるから安心しなさい。人間じゃなくて人形でしょ。だいたいその姿を人前に堂々と晒しちゃっていいの。私の姿？龍一、どこかおかしいかしら。いや、特には。水着もよく似合ってるよ。それは龍一は慣れてるかもしれないけど。おい、見ろよあの子。あの子、色白ですごく可愛いな。え？でも彼氏連れだぜ。くそー、そうじゃなかったら声かけたんだけどな。モテているわね。そうだね。知らない人に声をかけられてもついていっちゃダメだよ。誰も気づかないの？あれ？もしかして私の方が間違ってる？いつまでそんなところで頭を抱えているの？早く案内してちょうだい。そうだね。せっかく来たんだし、今日は楽しもうか。ちょっと待ってよ。龍一、ビニールボートがあるわ。借りてきて。え、いいけど、泳がないの？浅いところでパチャパチャやるのは性に合わないわ。私は淑女として優雅に水面を漂っていたいの。ボートか、そういうのもいいよね。渚の分も借りてこようか。あなたはやめておいた方がいいんじゃない？こんなプールの真ん中で転覆事故でも起きたら大変だし。
起きないよ。ビニールボートが沈むほど重くないもん。浮き輪も貸し出してるみたいだし、渚はそっちにしておこうか。それもおすすめしないわ。ここに来る前、おにぎりを何個も食べていたから、お腹がつっかえたら大変よ。あれはその水泳の前はエネルギーをたくさんとっておいた方がいいと思ったからで、本当かしら。二人とも喧嘩はその辺で、僕はビニールボートを借りてくるから。お願いするわ。浮き輪はいらないからね。っていうか私ちゃんと泳げるんだから。わかったよ。それじゃあ代わりにジュースでも買ってくるから。本当？ありがとう龍一。私パイナップルがいいな。クリちゃんも同じのでいいかな。ええ、それでいいわ。よし、それじゃあ泳ごうか。意外とうまく泳ぐのね。さすがに言うだけのことはあるのかしら。でしょ？クリちゃんも一緒に泳ごうよ。お断りするわ。浅瀬でパチャパチャやって喜ぶほど子供じゃないもの。それにしても一口にプールといってもいろんな種類があるんだね。泳ぐだけなら海でいいと思っていたけど、たまにはこういう手の込んだテーマパークも悪くないね。私落ちる系はちょっと遠慮したいけど。同感だわ。どうして人間は高いところから落ちる遊びが好きなのかしら。落ちるより落ちない方がいいに決まってるのに。確かにそうだけどね。でも怖さの中にある刺激が好きだっていう人もいるからね。そんな刺激いらないよ。溺れちゃったらどうにもならないもん。そうよ、落ちたり溺れたりしていいのは濃いくらいのものだわ。ん？何か言いなさいよ。ああ、確かに恋に落ちるとか恋に溺れるって言うもんね。うまいうまい。鈴代渚、龍一がいじめるわ。気にしない方がいいと思う。龍一ってたまにこういうところあるから。これならどうかな。ここなら落ちたり溺れたりする心配もないはずだよ。ジャグジーか。プールにもこんなのがあるんだね。でも日々の鍛錬で疲れた体が癒されるね。龍一、これは何と書いてあるの？このジャグジーの説明が書いてあるね。何？このジャグジープールは水流ジェットによるマッサージ効果で、疲労解消だけでなくダイエットにも効果があります。水圧が高い場所ほど効き目がありますので、ぜひ一度お試しください、だってさ。そうなの。そう。あれ、渚？何してるの？なんでもないよ。
水圧の高い場所を探してこっそり移動なんかしてないよ。本当だよ。何も言ってないよ。今日は来てよかったよ。誘ってくれてありがとう。もともと龍一がもらったチケットだったし。そういえばそうだったね。ファースト先生がくれたチケットだから一瞬何か罠でもあるんじゃないかって疑っちゃったけど、考えてみたら渚のお父さんが信じた人がそんな卑怯なことをするはずないよね。今はやむなく敵対してるけど、あの人は絶対悪人っていうわけじゃないと思う。そうだね。ところで龍一、クリちゃんはどこに行ったの？あれ、おかしいな。さっきまでそこにいたのに。クリちゃん！どこに行ったんだろう。どうしよう。もしかしたら本当に。大丈夫。ちょっとした迷子だよ。もっとファースト先生を信じなきゃ。そうだよね。おい、クリちゃん！待ってよ、龍一！あら、龍一。どうかしたの、クリちゃん？なんでもないわ。ただちょっと、この女が意味のわからないことを言ってくるから。女って誰のこと？あら？おかしいわね。さっきまでここにいたのに。まあ何事もないようだったらいいんだけど。それよりダメじゃないか。勝手に一人でどこかへ行ったりしたら。ごめんなさい。分かってくれたらいいんだ。ところでクリちゃんはこのアトラクションに入ろうとしてたのかい？ええ、なんだか面白そうだったから。確かに楽しそうだね。どう、渚も一緒にやってみないか？そうだね。ここだったら水に落ちてもあんまり怖くなさそうだし。さあ始まりました。当プールがお届けする水上アスレチックレース。見事1位に輝き優勝の栄冠を手にするのは一体どの出場者なのでしょうか？他の人と同時にスタートしてゴールを目指すんだね。正確さだけじゃなくスピードまで問われるなんて、思っていた以上に手強い競技みたいだ。競争なんて聞いてないよ。恥ずかしいからビリにだけはならないようにしようっと。あなたみたいな体力バカに龍一以外の誰が勝てるっていうの？
行くよ二人とも。こういうのはスタートダッシュが決め手だからね。うわ、ゆういちったら本気で勝つつもりだよ。私たちはゆっくり走って一緒にゴールしようね。いやよ。スメラギ選手、早い。早速第一関門に到着です。最初だけあって難易度は低そうだ。これくらいなら一気に。え、ユイチ、ちなみに石の中にはいくつか発泡スチロール製のダミーが紛れています。皆さんも渡る際にはくれぐれも注意してくださいね。早く行ってくださいよ。雄一はこれで失格に。勢いよく飛び出していった割には決まらないスタートだった。最後って死んじゃったわけじゃないからね。よく見たら簡単だね。発泡スチロールでできた石は水の上にプカプカ浮いてるだけだし、こんな子供騙しに引っかかるなら雄一もまだまだ甘いよね。さあ、若干1秒を除いた全選手が飛び石の試練を難なく超えました。ちなみに当プールがオープンして以来、このトラップに引っかかったのはスメラギ選手1人だけです。スメラギ選手とは一体何だったのか。面目ありません。あのアナウンサーきっといい死に方をしないわね。物騒なこと言わないの。続いては滑車滑りです。昔、星見公園でよく遊んだな。鈴代なりさ、私が先でもいいかしら。いいよ。クリちゃんも普段はクールな感じだけど、意外とこういう遊具が好きなんだね。え、あなたが先だと重さでロープが切れる可能性が。ゲホゲホ。わざとらしく席なんかしたってもう遅いよ。私が先に行くからね。それおっと、鈴代選手が力いっぱい抱きしめたロープが鈴代選手のいろんなところに挟まれています。私はロープになりたい。なんなのよ、さっきからこの実況は。邪魔よ。いつまでもそこに立っていられたら。え？惜しい。もう少しだった。うわ、わざとぶつかったでしょ。そんなわけないでしょ。あなたにぶつかったりしたら、そのくよくよボディの反動でこっちが落とされる。ケホ。だから遅いってば。クリちゃん、今のところ私たちがトップだね。大丈夫？クリちゃん。平気よ。あなたこそ疲れてきてるんじゃないの。さすがにちょっとね。でも次で最後だから。さあ、トップの鈴代&クリ選手、いよいよ最後のアトラクションに突入です。うわ、高い壁。ここは登っていくのかな。
いよいよ水上アスレチックとは関係なくなってきたわね。まあ落ちても安全だからね。どうしよう、私が先に行こうか。そうすれば後から来るクリちゃんが登りやすくなると思うから。あなたのそのタプタプのお腹は読めているわ。そんなことを言って私より早くゴールするつもりなんでしょ。タプじゃないし、そんなこと考えてないよ。でも優勝者が一人だけという事実は変わらないわ。1位の座はあなたには譲らないわ。分かったよ。でも気をつけてね。二人とも頑張って。なんだ、思ったより簡単ね。ダメだよ、よそ見しちゃん。慎重に手足を一本ずつ動かして。いらぬおせっかいの声が聞こえてくるわ。このまま蹴落としてやろうかしら。やめてよ、その位置から言われると冗談に聞こえないから。よいしょっと、これならちょうどいい運動になるね。難易度も初心者向けだし。あれ、クリちゃんどうしたの？つかむところがなくなったわ。ちゃんと次に登る場所を確認しておかないとそういうことになっちゃうよね。なら少しだけ降りて横のルートから復帰すれば。無理、降りられない。下見れない。じゃあちょっと遠いけど上の方に出っ張りがあるから、なんとかそこまで腕を伸ばせば。ダメ、届かない。もっと体を伸ばして。もうすぐなのに。ここを越えればゴールなのに。こうなったら仕方ないよ。無理しないでプールに落ちちゃうよ。それも無理。怖がらなくてもいいんだよ。私も一緒に飛び込んであげるから。だって関節から水が入る、錆びちゃうし。それってやっぱりそうなの？私が最初に言ってたこと間違ってなかったんじゃない？さあ、鈴代クリコンビ、ゴール手前で止まってしまいました。このまま優勝を逃してしまうのか？それはダメ。龍一の敵は私が取ってあげるんだから。クリちゃん、もうダメ。
落ちる。え？クリちゃん、諦めちゃダメだよ。メスブタ。おっと、鈴代選手、ここに来てクリス選手を肩車で押し上げた。でも渚だって壁にしがみついている状況だ。あんな体勢で無理をしたら、どうして、どうしてって、一緒にここまで来た仲じゃない。それに龍一の敵を取りたいのは私も同じだし、よいしょ。行って、あとは上に上がるだけだから。ゴールです。一着はクリ選手。捕まって、渚、優勝おめでとう。それで待ってるからね。渚！私どうなってるの？泳げない。私死んじゃうのかな。知ってる。これ走馬灯って言うんだっけ。あ、龍一だ。あ、そっか、走馬灯ってこんなものまで見せてくれるんだ。渚、渚。復活です。クリ選手優勝の立役者、鈴代選手が今目を覚ましました。
よかった、なぎさ。気がついたんだね。龍一、そっか、私龍一が助けてくれたの。ああ、間に合ってよかったよ。さっきのは夢じゃなくて。こんな時のためにお父さんから応急の救命措置を教わっておいてよかったよ。救命措置？じゃあ人工呼吸まで龍一が？じゃあさっきのキスはみんなが見ている前で。あんた、ダメだよ龍一、そんなの恥ずかしすぎるよ。ああ、でも龍一は私のためにしてくれたんだし、それにちょっと気持ちよかったし。いや、僕は心臓マッサージをね。あ、そうなの？人工呼吸はクリちゃんにしてもらっていたんだよ。素人が心臓マッサージをするのは危険だからね。なんでちょっと赤くなってるのよ。か、勘違いしないでほしいわ。私は龍一の頼みだから仕方なく。分かってるからそのポっていうのやめなさい。でも驚いたよ。渚が落ちた後、クリちゃんまでプールに飛び込んだんだから。え？そうなの？当然だわ。私のせいで溺れたということになったら、後でどんな理不尽な要求をされるかわからないもの。理不尽な要求って、別にそんなことしないけど。どうかしら。トイレットペーパーを取ってほしいとか、キャンディーの包み紙を剥いてほしいとか、可能性はいくらでもあるわ。クリちゃんにとって私にそれを頼まれるのは理不尽なことなんだ。おかげで水浸しだわ。帰ったら乾かさないと。大変だったね。手伝うよ。いくら龍一でも私の裸体を拝むのにはまだ早いわ。あ、ごめん、そんなつもりじゃ。かといって一人でするにはこれでなかなか骨が折れる作業だわ。そうなんだ。だから渚、あなたが手伝って。え？聞こえなかった？私が体を乾かすのを手伝ってほしいと言ってるの。いいけど、私でいいの？当然だわ。あなたとは女同士だし。それに?私の初めてを奪った相手なんだから、それなりの責任は取ってもらわなきゃ。うわー！初めて、誤解を招く言い方だね。そうだよ。それにあれは人工呼吸でしょ。脳幹だよ、脳幹。渚にとってはそうでも、私にとっては忘れられないひと夏の思い出だわ。ぽ、だからそのぽっていうのやめなさい。